泉中央駅から発車する空へ空へとは、南海バスが運行している、トリベール泉、仙北ニュータウン、南河内地,地域と関西国際空港を結ぶ、リムジンバスである。1994年9月4日に、関西国際空港が開港し、南海電気鉄道が、空港特急、ラピートの運行を始めた。それに伴い、 南海高野線や戦北高速鉄道の沿線からの、関空へのアクセスも便利にしようとの思いから、南海電気鉄道では、リムジンバスを導入することになり、バスの名称を一般公募した。その結果、ソライが選ばれた。その後、2001年5月23日には、南海電気鉄道が、バス事業部門を、部門ごと別会社にしたため、現在では、 グループ会社の南海バスが空へを運行している。運行開始以来、多くの人々が利用しており、現在では、トリベール泉、泉北ニュータウン、南河内地,地域、堺市中心部からの関空へのアクセスに欠かせない公共交通となっている。2012年10月28日より、一部の便が、リンクタウン駅を経由することになった。 2015年8月31日をもって、堺東空港線が廃止された。2016年から、運行車両が、順次、コンセント付きのエアロエース、セレガに更新されており2019年3月以降、光明池営業所担当の便はすべて、USB コンセント付きのエアロエースで、運行されるようになった。巧妙池営業所担当、巧妙池駅が、 三木大駅泉ヶ丘駅光明池駅が、三木大駅泉ヶ丘駅金剛駅前、光明池駅,駅が、三木大駅泉ヶ丘駅河内長野駅前、仙北、ニュータウン地区各駅を経由せず、河内長野駅前まで直行。ありがとうございます。